皆さんこんにちは、ビーシックです。今回は価格が安く、そして魅力的な機能が詰まっているのに全然レビューがない MWave 社のミディパッド SMC パッドをレビューしていきたいと思います。早速いきましょう。 SMC パッドとは MWave 社が発売しているミディパッドです。ホワイトカラーでタイプ C 端子搭載、 Bluetooth ミディ対応、ダウコントロール対応、ノートリピート付き、8つのノブ、内蔵バッテリー、小型、パッドのカラー変更可能で1万円以下で購入できるというかなり魅力的な製品となっており、前々から気になっていました。Amazon ではいくつかのメーカーさんが販売しており、価格はバラバラとなっていてなかなかに怪しい製品です。そんなミディパッドなのですが、DTM 系の YouTuber として有名なテートロさんが MWave 社の製品レビューをしているのを発見し、それならばと思い購入してみた経緯となります。なので正直にレビューをしていきたいと思います。まずは開封です。箱には SMC パッドがデザインされており、箱裏には機能が記載されていたりしてしっかりとしています。開封してみますと、本体、マニュアル、タイプ C とタイプ A ケーブルが入っていました。製品自体もしっかりと梱包されており安心感があります。マニュアルは英語と中国語での記載となっています。このマニュアルに機能や設定についての注意書きなど細かく記載されており、何か設定や困ったことがある場合にはこのマニュアルを読んでみると解決できるかと思います。この他、この SMC パッドにはパソコンやスマホ用のソフトがあるのですが、本体裏の QR コードを読み込むことでそれぞれのダウンロードリンクが表示されるようになっています。この他、公式サイトからもちゃんとソフトへのダウンロードリンクをたどれるようになっていますので安心です。本体はかなりコンパクトな作りとなっており、任天堂スイッチと比べてみてもこんな感じです。ペットボトル2本分ぐらいの大きさで、重さは 528g とそこまで重くないので持ち歩きもしやすい設計となっています。本体の作りはプラスチックな感じとなっており、ノブもプラスチックです。パッドの質感はサラサラとしており、叩きやすくなっています。右側のボタンもしっかりと押すことができて、プニプニした質感になっています。よく低価格帯の製品についているこういうボタンは押し心地が変だったり、深く押し込まないと反応しなかったりとすることがあるのですが、反応もすごく良いです。背面にはタイプ C 端子と 3.5 ミリのMIDI出力端子が搭載されています。MIDI出力端子を使用する場合には別途売られている 3.5 ミリMIDIケーブルを用意する必要があります。注目すべき点は、この製品は充電式でなおかつMIDI出力端子を搭載している点です。これによって DTM 以外にもモジュレーションやガジェットで演奏している人にも採用しやすい機材となっています。そして背面には QR コードが搭載されています。この SMC パッドは有線と無線の2種類の方法で接続することができます。今回は Mac 版での接続方法をご紹介します。まず Bluetooth で接続する場合です。アプリケーションかラウンチパッドからオーディオミディ設定をクリックして、上のウィンドウをクリックし、ミディスタジオを表示します。画面上のようなウィンドウが表示されたら、ウィンドウの上の方にある Bluetooth マークをクリックします。そして SMC パッドの電源をオンにすることで、SMC パッドが表示されると思いますので、名前の右側にある接続を押すことで接続することができます。接続ができている場合には、SMC パッドの右上の BT の表記が青く点灯されます。もしうまく接続されていないといった場合には、まず本体の充電がしっかりあるかを確認してみてください。この SMC パッドは有線で接続をすることで充電ができるようになっています。ケーブルを接続する隣にランプが用意されており、赤の場合には充電中、緑の場合には充電完了という合図となります。有線接続の場合には付属のケーブル、もしくはお好みのケーブルでパソコンと接続することで認識されます。無事に接続ができたら、今度は DAW ソフトでの設定となります。今回は Logic Pro でのご紹介をさせていただきます。まず Logic を起動後、左上の Logic Pro をクリックし、コントロールサーフェス、そしてセットアップを押します。ウィンドウが表示されたら、左上にある新規からインストールをクリックします。そして表示されたウィンドウのモデルと表記されている部分から、Mac キーコントロールを見つけてください。無事に見つけることができたら、右下の追加を押します。すると、マッキーコントロールという機材のアイコンが追加されますので、アイコンをクリックします。すると、左側にいろいろと表示されるのですが、
上の方にある出力ポートと入力ポートを見つけてください。無線の場合には出力と入力どちらともそれぞれをクリックし、 SMC パッド Bluetooth というのを選択します。有線の場合には出力と入力それぞれ進行ポート3と表記されたのを選択します。それぞれ設定することができたらウィンドウは閉じて、あとはいつも通りに音楽制作に移っていただいて大丈夫です。使い方は、何か音源を起動後 SMC パッドのシフトプラスパッド15かパッド16でオクターブを上下して音が出る範囲になるまで設定します。大体はパッド15を押してオクターブを下げていけば音が鳴る部分があるかと思います。オクターブを下げることができているとパッドの色が変わっていきます。これで普通に使うことができるのですが、もしパッドに表記された機能を使いたいといった場合にはシフトプラスパッドを押すことで上の方に記載されている機能を使うことができます。パッドの下の方に表記された機能を使う場合にはシフトプラスノートリピートを押しながらパッドを押すことで使うことができます。パッド1、パッド2に表記されているプリセット1と2ですが、右側の再生や録音などの機能を使いたいといった場合にはシフトでプリセット2を選択することで使用できます。パッドとして使いたいといった場合にはプリセット1を選ぶことで使用できます。また音を連続で奏でることができるノートリピート機能ですが、パッドで切り替えるほか、左側に用意されているつまみのテンポやレートを右に回すことで徐々に連打を速くすることができます。テンポの方がより細かく連打数が変化していき、レートの方はテンポより早く連打数が変化していきます。ラッチはオンにするとパッドを離したとしても音の連打が継続されます。スイングは音のノリを変化させることができます。このつまみでも連打することが可能なので、打ち込み以外にもパフォーマンスでも使うことができるようになっています。まずコンパクトなボディというのがたまらないです。机に置いていたとしても邪魔になりにくいですし、持ち運びもしやすい絶妙な大きさと重さなのが良いです。これで Bluetooth MIDI にも Type-C にも有線の MIDI にも対応と、幅広い人におすすめできる仕様となっています。ノブは永遠と回る仕様となっており、パラメーターを徐々に変化させるのに有効です。さすがにつまみ部分は価格相応ですので高級感はありませんが、変な癖もないので使いやすいです。ただ右下のつまみだけ他の部分と比べて軽く回せるようになっており、これは仕様なのか機体ごとに違うのかはちょっとわかりません。メインのパッド部分ですが、ネイティブインストゥルメンツのマシーンのパッドのようにサラサラとした質感となっており、打ち込みや指ドラムもしやすくなっています。ただパッドの端を押した時の反応がいまいちですので、押す時はパッドの真ん中をしっかりめに押す必要があると感じました。右側のダウコントロール部分に関しましては押しやすいし反応もしっかりするので使いやすいです。設定に関してなんですが、最近の機器のようにドライバーなどをインストールすれば何も設定することなく使えるといった感じではなく、設定方法でご紹介したように設定する必要がありますので、ここが初心者の方には難しく感じる部分かなと思いました。 Bluetooth MIDI に関しましては遅延を感じることもなく使うことができて、電源をオンにしてから接続されるまでも早く使いやすいです。またいい仕様だなと思ったのが、充電をする際に有線で接続する必要があるのですが、この充電中も普通に使うことができる点です。なので例えばスマホと無線で使用して、パソコンで本格的に使う場合には有線で使用するなどといった選択ができます。これだけ多機能で5000円台で購入することができるため、とてもいい機材だなと思いました。 iPhone、iPad で使う場合には初心者から上級者の方にまでおすすめです。パソコンで使う場合には中級者から上級者の方におすすめの製品だなと感じています。いい製品なのは間違いないのですが、他の機材と比べてやはり設定部分が初心者の方にとって詰まる部分だと感じました。あとはパッドの箇所によって反応はまちまちですが、強めに押すことでそこまで気にはなりません。ただ変に安っぽさを感じるような点もなく、色を変えるソフトなども QR コードで案内がしっかりしているなど安心感があります。
昨今 Bluetooth MIDI に対応した MIDI パッドというのは非常に珍しいため、しかも充電式でということを考えますとほぼほぼないので、気になる方はぜひチェックしてみていただきたい製品です。 MWave 社製の MIDI 機器はこの他にも Bluetooth MIDI に対応した製品を展開していますので、機会があれば別の製品も触ってみたいなと思いました。案件っぽくなっていますが全然案件ではありません。この B シクチャンネルではこれから皆さんためになるような DTM に関する動画を投稿していければと思っておりますので、いいねやチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。ではまた次回、ありがとうございました。